返事をしてはいけない。よく寝言に返事をしてはいけないと言いますよね。私が寮に行った時に流行っていたというか、みんなその話をしていた時期があった。情報源もバラバラで、言っていることもバラバラ。寝言を言っている人に話しかけると、その人が狂ってしまう。 死んでしまう、無勇病になってしまうとか、逆に話しかけたその人に不幸が降りかかるとか、口喧嘩をして負けると死ぬとか。まあみんなそんなものは迷信だとわかりきっていました。試したこともありますが、特に何も起こらなかったので。そしてそんな噂もすぐ、 誰それが誰かと付き合ったとか、誰が誰に告白したとか、そんな新たな噂で風化していった。これは夏休み直前の出来事。夏休みといっても親の都合上、再試験の都合やらで、みんなが一斉に寮から帰れるわけではなく、寮には、 10人前後の生徒が残っていました。夜はテレビ室にみんな枕を持ち寄って雑魚寝をしていました。その夜は映画がやっていてみんなで遅くまで起きていたんです。その中の数人は途中で力尽きて寝てしまいましたが、その数人の中に T ちゃんという 学校でも少し不思議ちゃんで通っている子がいました。その T ちゃんが寝言を言い始めたんです。うなされているというよりは、なんだか言い争っているような感じでした。ダメだよ。今は遊べない。ダメだってば、言うこと聞いてよ。T ちゃんは、 寝ながらそんなことを繰り返していたんです。周りの私たちは、そういえばあんな噂があったよね、なんて話していて、じゃあちょっと話しかけてみようか、とある女の子が言い出したので、ちょうど T ちゃんの隣にいた子が、なんでよ、遊ぼうよ、と T ちゃんに話しかけたんです。 テーちゃんはますます遊べないって言ってるでしょと眉をひそめていました。その反応が可愛くて面白くてみんな笑いを抑えるのに必死でした。誰なのなんて別の子が聞いてみると T ちゃんは妖精さんと不思議ちゃんを発揮していました。 次々いろんな子が話しかけて、そろそろ寝かせてあげようという話をし始めたその時、りーちゃんの行走というか顔がなんだか引きつった感じになって、やだ、そっち行きたくない、助けてと大声で叫んだんです。周りで寝ていた子も飛び起きてしまうほど大きな声でした。 そんな t ちゃんに、私たちも、えとなって。とりあえず私が、t ちゃん、起きてと、彼女の肩を揺さぶったんですけど、全然起きる気配がない。むしろ t ちゃんのうなされようが、どんどん強くなっていくんです。やだやだやだ誰かと、本気で叫んでいる t ちゃんは、 絶対目を開けようとしないんです。顔を引っ叩いたり、体を強く揺さぶったりしてみても、耳元で叫んだりしてみても、全く目を覚まさない。私も周りの子も、もう驚きが恐怖に変わってしまって、どうしようもなかったんです。髪の毛を振り乱しながら、 汗だくでうなされている t ちゃんを見ていたら何にもできない。そんな中、t ちゃんが突然腕を体にぴったりとくっつけて体を起こしました。だけどすぐにまた体を寝かせ、またすぐ起こして、また寝かせて、とまるで機械のように繰り返し始めて、もう私たちは声も出せませんでした。 そして、ティーちゃんが止まったんです。それもまた機械のようにぴたりと。固まっていた友人がティーちゃんに駆け寄ってみると、まあただ寝ているだけで。なんだ、やっぱこの子不思議ちゃんだ。なんて声を上げていたので、私も含めみんなで。なんだ、と安堵の息を漏らしたんです。 その後私も、もう驚かして、とふと T ちゃんの顔を覗き込んだんです。すると T ちゃんが目を思いっきり開けて、唇を真横にイーっと伸ばして笑ったんです。<laughs> 驚いた私が、えと声を上げても、 みんなは気にしていませんでした。よく見ると t ちゃんはスースーと寝息を立てて寝ていたんです。幻覚を見たのか自分がおかしくなったのかと思いましたけどでもやっぱ t ちゃんがおかしくなっていました。その夜が終わってその後の寮での生活でもーちゃんは私にだけ あの、目を開けるだけ開いて、唇を真横にぐいっと伸ばしきる笑顔を、私と目が合うたびするようになりました。実は私の方が、もう限界に近いかもしれません。この話を思い出すたび、あの笑顔が脳裏によみがえってしまうんです。t ちゃんは、 連れて行かれたのかと思いました。人間の腕。風邪をひいて熱を出して部屋で一人寝ていたら突然お腹にドスッと衝撃と重さがあった。ちょうど隣に寝ている寝相の悪い人の腕がお腹に乗っかってきたような感じ。 苦しいやら重いやらで腹が立ったので勢いよく起き上がって上に乗っていたものを両手でガシッと掴んだ。やっぱり人間の腕だった。腕は真っ白でぞっとするほど冷たい。なんてことはなく普通に血色の良い人間の腕。それが 掛け布団の横からニュッと出て、お腹の上に乗っていた。一瞬寝ぼけて自分の腕を掴んだのかと思ったけど、両手で掴んでいるのだから、そんなわけはない。腕は、バタバタバタ、と激しくもがいて、私の手を振りほどくと、スルスルと掛け布団の中へ引っ込んでいった。 すぐに布団をめくってみたけど何もない。納得のいかないもやもやとした気分のまま仕方ないからまた寝た。昼間だったし明るかったからそれほど怖くはなかったんだけど、これが夜だったらシャレにならない。訪問者。 何年か前の夏のこと。僕が学生の頃住んでいたのは、東側と北側に道路がある十字路の角地で、南向きに建っているアパートだった。二階建ての八世帯あるアパートで、東の道路側、一階の端の部屋に住んでいた。周りは、 民家よりも畑が多くて、数年前から縦売りがぽつぽつ立ち始めたような郊外だった。ある夜、しょっちゅう僕の家に来る友人と二人で、いつものように飲んでいると、ピンポーンとインターホンが鳴った。まだ午後十時ぐらいだったので、 他の奴が遊びに来たんだと思って、確かめもせずドアを開けた。すると、3歳くらいの女の子が立っている。こんな時間に子供が何だろうとりあえず、どうしたのと聞くと、女の子は泣いていて、何を言っているのかわからない。すると、奥から友人も来て、 二人で子供の名前を聞いた。名前なんて言うの桜井亜美、あみ。あみちゃんって言うのいくつお家はどこ子供と接するのが苦手な僕に代わって、友人があれこれと優しく聞いてくれた。しかし、子供相手では要領を得ず、 二人で、どうする警察、電話するそんな感じで、玄関先で数分やっていたら、急にその子が十字路の方へ走っていった。あらと思って見ると、十字路のところに、お母さんらしき女の人がいた。女の子と手をつなぐと、お母さんは、 こっちを振り向きながら頭を下げて行ってしまった。僕は友人と、こんな時間に変なのとか、人騒がせだよなとか言い合って飲みの続きを開始した。しばらくすると友人が、あらさっきの変じゃね何が あの、親の顔見えたいや、あんまり。でも、あそこの十字路の街灯って、結構明るいよな。普通だったら、服装とか顔立ちとか、僕の部屋の玄関からなら、はっきりとわかるはず。北に玄関があって、駐車場、その角の十字路の街灯だから、 玄関先からあの十字路まで十メートルもない。なのに、僕と友人の記憶では、あのお母さんは黒いフィルターがかかったようなぼんやりした印象で、顔は愚か、服装すらわからなかった。するとまた友人が、お前んちのインターホン、 あの女の子の身長で届くかしかもあの子、こんな暑いのに、やけに厚手の長袖の服着てなかった。ここで二人して怖くなった。僕の借りていた部屋のインターホンは、普通よりもなぜか高い位置についていた。背の高い友人が、 かがまなくて便利だ、と言うほどの位置だった。季節は夏。何日かして夕方帰宅した時、郵便受けに広報を入れに来たアパートの大家のおじさんに会った。あの日のことが気にかかっておじさんに、この辺に桜井さんっていうオタクありますかと聞いてみた。 すると、おじさんは、この辺にそんな人はおらんと思うよ。あ、七八年ぐらい前にそこに家があって、そこの人が桜井さんだったよ。借金かなんかで一家侵入して、五六年前取り壊したんだ。小さい子がいたのに、かわいそうだったなと言った。そして、 大家のおじさんが指さしたところがあの十字路のカードだった。僕の住むアパートとちょうど斜めの位置になる草の茂った空き地だった。このことを友人に伝えると地元出身のやつにも聞いてみようということになって違う学部の地元のやつに聞いてみると僕のアパートのあたりで 一家心中があったのを覚えていた。もしかして地元で有名な話なのかと思って、友人と市の図書館で新聞を調べたら、本当にその記事が載っていた。女の子の名字も名前も一致していた。あの日、僕の部屋を訪ねたのはなぜ 今となっては忘れられない学生時代の思い出。だけどあの日以来何があっても借金の保証人にはならないと誓った。目をつぶる目をつぶりながら歩いていると、ないと頭でわかっていても目の前に壁があるような錯覚に陥って、 思わず立ち止まって目を開けてしまいますよね。小学三年生の時の話になりますが、夏休み前という記憶があるから、あれは7月だったと思う。休み時間、正確には登校直後の朝礼を待つまでの時間だった気がする。朝から元気に大発見したと騒いでいた奴がいた。 その男子は、なんとなく学年に対して精神年齢が低い生徒だったんだけど、彼の話を聞くと、その大発見というのは、人気がなくて広い場所で、目をつぶって歩く遊びをすると、一世界に行けた、というものだった。自分が錯覚だとわかっていても、壁に近い、当たる。 と思ったタイミングで本当に壁に当たったような衝撃を受けてそれでも目を開けずに歩き続けていたら空が赤くて誰もいない場所に行っていた夕方だったはずなのに学校前の通りまで行っても歩いている人や走っている車が一つもなかったそれで突然眠くなって 気がついたら元の場所で寝ていた。そうして異世界から帰ってこれた。と興奮して語る彼だったが、彼はちょっと変わった子という認識がクラス内に浸透していたので、真に受けた様子の生徒は誰一人として見受けられなかった。学年が学年だし、言っていたのが彼でなければ、 ちゃんと話を聞いた生徒の一人や二人はいたとは思う。階段好きな人なら次の展開が読めると思うけど、その通り彼は数日後行方不明となった。これは当時の僕にとって洒落にならないほど怖かった。なぜならその目をつぶって歩く遊びは、 僕たちの学年でちょっとしたブームになっていたから、即興の肝試しというか、スリルを味わったり、仲間とチキンレースみたいな遊び方をしていた気がする。とにかく、もし万が一その遊びの最中に行方不明になったあいつのように、自分も異世界に飛ばされて戻れなくなったら、 という想像をして、死ぬほど怖かった記憶が強烈に残っている。怖かったのは僕だけではなかったようで、その遊びは結構流行っていたにもかかわらず、彼の行方不明が知れ渡ってすぐに、僕たちのクラスではその遊びがパタリと止んだし、他のクラスにもその波は瞬く間に広がっていった。 ただ彼は僕たちの予想に反して無事生還した。彼が行方不明になってから5日か1週間経った頃だったと思う。近所の森で気を失っていたのを保護されたとかそういう話だった。しかし保護される前と後では彼の人格というか様子が随分と違っていた。 保護される前では、どうでもいいことでもいちいち騒いだり、爆笑するような、いわゆる空気を読めない奴だったんだけど、保護された後では、口数も少なく、上の空というか、常に宙を見つめているようなやつになっていた。旗から見ても結構不気味で、夏休みになるまで、 彼に話しかける生徒は少なくなっていたと思う。そして、夏休みが明けて久しぶりの登校で、彼の転校が担任から告げられた。家庭の事情だと担任は話していたが、クラスの誰もが彼の行方不明が転校に起因していると確信していたように思う。 ただ一つ気になるのが、本当に彼が異世界に飛ばされたとして、目をつぶって歩く遊びは、実際はそれに関係していなかったのではあるいは関係していたのはそれだけではないのではということ。彼が行方不明となった近所の森というのは、もともといろんな噂があったし、 小3という年齢を考えれば、そのような噂を真に受けないそぶりをしつつも、実際は信じていた奴も少なからずいただろうし、そんな中で目をつぶって歩く遊びを実行した奴も一人くらいはいてもおかしくなかったと思うんだ。彼の行方不明の噂自体は他のクラスや学年にも、 相当広まっていたし、それを考えればなおさらだと思う。異世界とか憧れる年齢だし、その遊びを実行したのは彼だけではないと思う。それにもかかわらず、行方不明になったのは彼だけ。というのは、目をつぶって歩く遊びだけではなく、様々な条件を満たして、 偶然異世界への扉を開けてしまったんだろうなと今になって思う。以上で終わりです。皆さんも誤って異世界へ行かないよう、と言いつつ、僕は今では行けるものなら行きたいと思うほど、現実逃避したい毎日を送っている。もう私を探さないで、 あまり思い出したくないんですが、私が体験した話です。私の名前を仮にようことをしておきます。4年前、20歳の私が会社勤めをしていた頃の話です。会社の外壁の修復作業をしに来ていた一人の男性、小野さんと私は知り合いました。 その人は私よりも17歳も年上だったんですが、見た目が若く見えたので、最初は20代後半ぐらいかなと思っていました。尾野と話すようになったきっかけは、私の先輩が尾野の,の友人に一目ぼれをして仲良くなり、そこで尾野が大層私を気に入っているという話になり、 何回か飲みに誘われたのです。私は小野のことをタイプがどうという以前に年上すぎたので全く恋愛対象外だったのですが、先輩に、洋子が来ないからいつも小野くんが機嫌悪くて飲み会の場の空気が悪くなるんだ。嫌かもしれないけど、頼むから少しでもいいから来てくれ。 と言われて断れなくなってしまい、一回だけならいいかと思って飲み会に参加したんです。話してみると、おのは優しくて、周りの人たちからも信頼されているようで、気さくな男でした。最初はみんなで、単愛のない話で盛り上がっていたんですが、お酒が進むにつれて、おのから、 集中攻撃を受けました。ようこちゃんは彼氏いないのようこちゃんいつもどこで遊んでんのようこちゃんってお酒何が好きようこちゃん今まで何人と付き合ったの私はいい加減うんざりで、ああ、ああ、そうですね。とやる気なく答えて飲みに逃げていました。 しばらくして先輩が酔いつぶれて眠ってしまったので私はチャンスだと思って先輩を解放するため飲み会を後にしましたその日は特に何もなかったのですが翌日仕事が休みで家でくつろいでいると携帯にメールが届いたのですメールは おのからでした。おのです。昨日は先輩大丈夫だったかなり飲んでたみたいだけど。私は一瞬、わけがわかりませんでした。だって、昨日私は、おのとメアドを交換した覚えなど、これっぽっちもなかったのです。いくら飲んでいたと言っても、 私はかなりお酒が強いので、絶対忘れません。私が小野になぜメアドを知っているのかと問いただしたところ、小野はこう言いました。いやーごめんごめん。昨日洋子ちゃんがトイレ行ってる間に、周りのみんなが、今のうちにメアドゲットしちゃえ、とか林やしてちゃってさ。俺もその場のノリでやっちゃったんだ。 そうです。尾野は、私がいない間に、勝手に私の携帯から自分の携帯へメールし、なんと、電話までかけているのです。なんでそんなことをするんだと、最初は半ば切れ気味に抗議しましたが、尾野は何度も謝って、ただのメル友でいいから、というのです。 あまりにも何度も謝るので、メールともならと思って、その時は許してしまいました。その後は心配していたほど頻繁にメールも来なくて安心していたのですが、ある日突然、仕事が終わったら話したいことがあるので会いたい、とメールが来ました。ちなみにこの頃は、 もう会社の修復作業も終わっていたので、おのと会うこともありませんでした。なんだろうと思って会社を出たところで待っていると、おのがすぐやってきました。しかし、その姿を見て、私は愕然としました。なんとおのは、真っ白いスーツに身を包み、結婚式で、 花嫁さんが持っているような小さなブーケを持っていたんです。私があっけに取られていると、おのは手に持ったブーケを私に差し出して、結婚を前提に付き合ってほしい、というのです。あの時の飲み会から一回も会ってまともに話すらしてないのに、何を言ってるんだこの男は。 と呆れていたのですが、さすがに会社の前だし、誰かに見られるのも嫌だったので、丁重にお断りして、私は彼をその場に残して走って帰りました。その日の夜からです。おのの様子がおかしくなってきました。さっきはごめん、急でびっくりしたんだよね。 俺は全然怒ってないよ。メールちょうだい。ようこちゃん、なんで返事くれないのかな俺さ、結構気短いんだけど、さっきの返事くれないのいつまで伸ばすつもりなのごめん、もうしつこくメール送りません。お願い、電話だけでも出て。ようこちゃんごめん。ようこちゃんごめんね。こんな内容のメールが、 朝まで何十通と届くのです。中にはいつの間に撮ったのか、飲み会の時に私を隠し撮りした写真まで添付してありました。私はもうなんだか怒りを通り越して怖くなって、急いでおののメアドと番号を受信着信拒否して削除しました。 おのから最後に届いたメールには、こう書かれていました。洋子ちゃん、死にたいって思ったことある俺、洋子ちゃんとなら死んでもいいな。正直、ゾッとしました。けれど、おのの執念はそれだけでは終わらなかったのです。最後のメールが来てから、 半月ぐらい経ったある日、家でテレビを見ていた私の携帯に、登録してないアドレスからメールが届きました。今、〇〇町のコンビニいるんだけど、洋子ちゃんの家ってこの辺だよね。今日仕事休みでしょどっか遊びに行こうよ。おのからのメールでした。おのは、 私の家から数百メートルと離れてないところまで来ていたんです。一体どうして、どうやって調べたのでしょう。私は驚きと恐怖でしばらく固まってしまいました。とにかく携帯を握りしめて急いでメアドを変えて、家から一歩も出ず、この家がどうか見つかりませんようにと、 祈っていました。今思えば友達に来てもらうとか、親に電話するとか、いろいろ対策はあったのですが、情けないことにそんなことも恐怖でわからなくなっていたんです。幸い小野は私の家までは来なかったのですが、最後に最大の恐怖が私を待っていました。 メアドを変えたおかげか、それから一切音信もなくなったので、私はいつしか、おののことも忘れかけていました。たまに思い出しては先輩と、本当にあいつやばすぎ、洋子も災難だったね。あんな奴だとは思わなかった。と、話のネタにするくらいでした。先輩は、 私と斧を引き合わせたことを本当に申し訳ないと言ってくれました。そんなある日、先輩と一緒に休憩していた時のことです。先輩が携帯を見て急に曇った表情になったんです。どうしたんですか、先輩。うーん、今日朝からずっと知らない番号から、 無言電話かかってくるんだよね。着信拒否にしてもまた別の番号でかかってくるし、何なんだろうこれ。そういうのってビシッと言った方がいいですよ。私変わりましょうかうん、ごめんね。私は先輩の携帯の通話ボタンを押して電話に出ました。案の定電話の相手は、 ずっと無言です。もし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 黙ったままの相手に私は頭に来て怒鳴りつけました。てめえさっきからしつけんだよ。名乗れやこら。やっと出てくれたねえ、ようこちゃん。元気 しわがれた、おのの声でした。思わず私は先輩の携帯を放り投げてしまい、体の震えが止まらなくなりました。その後はもう、先輩と二人で半泣きになりながら、その日のうちに一緒に携帯を変えて、先輩は、おのの友人に、おのに、もうこれ以上私に関わらないように説得してもらいました。 それからというもの、おのの音信はぴたりとなくなり、私も怯えずに済んだのですが、元からあまり男性と関わるのが好きではなかった私は、さらに輪をかけて男性不信になり、ストレスで大量に髪の毛も抜けてしまいました。つながりは携帯電話だけなのに、あんなにも人というのは、 誰かを追い込むことができるんです。本当に怖かったです。管理人。現在進行中の話。先月、会社が引っ越しをした。引っ越し先は、とりわけ普通のビル。ただ、一階には、 以前パン屋があったんだけど、倒産して夜逃げがあったそうだ。夜逃げをしたパン屋の店長の両親も借金取りに会社を抑えられた後、忽然と姿を消したそうだ。社長が、あのパン屋の主人な、このビルで首っつったんだってよ、と冗談を言っていた。だが、 どうもあのビルに何かがいる。ビルというよりも職場に。例えば残業で一人残っていたりすると、人が椅子に腰掛ける、ギーッときしむ音、床を歩く音、空になったコーヒーの缶を置く音などが聞こえてくる。鍵を閉めて出て行こうとしていると、 中に人影が見えることもある。もちろん誰もいるはずがない。そして、不審なまでのそのビルの管理人の豆さ。管理人はこのビル以外にも数件管理しているはずなのに、ビルに毎日様子を伺いにやってきては、差し入れやビルの前の掃除。 果ては仕事の手伝いまでもしてくれている。非常にありがたいのだが、最近管理人がまるで何かを見張っているような気がして仕方ない。うちのところは就業が毎晩11時近くになるのだが、管理人さんは絶対僕たちが仕事を終わるまで帰宅しないのだ。 そしてやたらと、調子はどうですかと、職場全体が見える位置まで入ってきて、去っていく。やはり、何かあるのだろうか。踏切。少し前、取引先の人に、こないだ、こんなことがあってさ。 と聞かされた話。それは最終電車も通り過ぎた踏切でのこと。彼はお得意先のお偉いさんを接待した帰りだった。付き合いでさほど強くない酒を飲んだ彼はタクシーに乗り込んで自宅へ向かった。彼の家のすぐ近くに小さな踏切がある。 東京の私鉄が住宅内を通るよくある踏切の一つ。そこに差し掛かると踏切が閉まって警告灯が灯った。そして点検用の車両が通り過ぎてしばらくして警告灯が消えた。だけど棒が上がらない。時間にすると 一二分だったと彼は言う。街灯に照らされた踏切は一向に開かなかった。良いと、睡眠不足から来る苛立ちで彼は、ちょっと俺が上げちゃうから車通しちゃって、とタクシーの運転手に声をかけて踏切に向かった。そして棒に手をかけ、 上に上げようとした。だが、びくともしない。いや、少しは持ち上がるのだが、ある程度の高さまで上がると、バネ仕掛けのように、急に下への力が増す。悪戦苦闘していると、タクシーのクラクションが聞こえた。運転手さん、イラついて怒ってるのか彼はタクシーを振り返った。 すると、運転手がタクシーから身を乗り出し、ものすごい勢いで手招きをしている。彼は、こりゃ、ここで帰るって言いたいんだな、と解釈して、踏切の棒の下に肩を差し入れて、何とか上げようとした。すると、お客さんと、運転手のうわずった声。そっちを見ると、 運転手はもうタクシーから降りて、ものすごい勢いで手招きをしている。彼は、何ですか警察でも来たと聞きながらタクシーの方へ歩いていった。運転手は、とにかく乗って乗ってとせかすように言いながら、自分も運転席へ乗り込んだ。何マジで警察見られた 彼は愛想笑いしながら聞いたそうだ。運転手はこう答えた。お客さん見えてなかったんだ。いやね、お客さんが踏切に行ったから、てっきり棒にぶら下がってる男の子を注意しに行くんだと思ったんですよ。でも何も言わないで棒をあげようとしてるでしょ。おかしいなと思って。 そしたらね、その男の子、お客さんの方に近づいてったんですよ。見たらその子、影がなかったんですよ。もう私やばいと思って。だってね、その男の子、お客さんの足をつかもうとしてたんですよ。今でもたまに夜中そこを通ることがあるそうだ。でも、 閉まりっぱなしの踏切を見たときは、遠回りして帰ることにしていると、彼は苦笑しながら言っていた。橋渡り。誰にも喋ったことないんですけどね。王さんはそう言うと、ゆっくり話し出した。小学校の頃、王さんが、 学校に遅刻したことがあったという。その理由は結局王さんは先生にも両親にも話さなかったのだそうだ。子供心になんか変だと思っていたから。変だと気づいてしまった王さんは怖くて先生にも親にも話せなかったのだ。 ランドセルを背負った王さんは普段通り家を出て学校へ向かった。周りには同じ学校に行く生徒が何人もいるはずの時間にもかかわらず、その日に限って誰もいない。周りに知ってる子供がいないんですよ。そしたら普通は今日はお休みかなって思うじゃないですか。 王さんが不安になりながら通学路を歩いていると、こっちだよ、と声がしたそうだ。そちらを見ると自分と同い年ぐらいの少年がいて、おいでおいでをしている。記憶にない顔の子供だったが、今まで誰もいない道を歩いていた王さんは、ちょっと安心した。え、何 こっちにみんな集まってるんだよ。知らないのえ、知らないよ。なんだ、早くおいでよ。そう言うと少年は通学路の道から路地へ入っていく。普段から寄り道などはしない王さんは不安になりながら少年の後をついていった。角をいくつか曲がると、 見たことのないドブ川に出た。道はそこで終わっていた。ドブ川は大人が両手を広げたくらいの幅で、おおよそ1メートルおきに、コンクリでできた橋のようなものが渡されていた。少年はそのコンクリに乗って、ここから行くんだよ。というと、次のコンクリへ飛び移った。 できないよ。王さんがぐずっていると、大丈夫、ほら。少年が何度も2本のコンクリの間を往復して手本を見せた。王さんはそれを見て最初のコンクリに立ち、次のコンクリへ飛び移った。できたできた。少年は王さんに向かって言うと、 次のコンクリへ飛び移った。王さんはそれについていく。いくつコンクリを渡っただろうか。王さんはすごく不安になった。どこにみんないるのもうすぐだよ。もう学校始まっちゃうよ。もうすぐ着くよ。少年がトントントンと。 連続して飛んだ。あ、待ってそして王さんは次のコンクリを踏み外してしまった。踏み外した瞬間、もうダメだと思ったという。しかし、衝撃はあったが、水の感触はない。目を開けると、あまり見覚えのない場所だった。え 見回してみると、それは学校の裏にある貯水池だった。普段から先生や両親に近寄ってはいけないと言われていた貯水池のすぐ横で、王さんは転んでいたのだ。王さんは泣きながら学校へ駆け込んだ。もう学校は始まっていて遅刻となってしまった。先生は、 目を丸くして驚いていたが、遅刻の理由を何度尋ねられても、王さんは言わなかった。あの時、あの橋を踏み外さなかったら、私は今頃ここにはいなかったんでしょうね。王さんにとって一番怖かったのは、踏み外した瞬間、少年がものすごい行走で、 怒っていたことだという。山の公衆トイレ。去年の秋、友人の N と Y と3人で地元の山へ夜景を見に行った時の話。その日は N の家で宅飲みをしていて、深夜1時ごろ Y が 夜景を見に行こうと言い出した。Y は車で来ていたので、全然飲んでいなくて、ちょうど飲み飽きた僕と N はそれを承諾。Y の車に乗って、地元では割と定番の夜景の見える山へ向かった。30分ぐらい車を走らせ、山の頂上の駐車場に到着した僕たち。 辺りは当然真っ暗で、携帯のライトを頼りに駐車場のすぐ隣にある公園へと入っていった。公園に入るとすぐ左側に公衆トイレが見えてくる。僕らの目的地はそのトイレの正面から20メートルほど歩いた展望スペース。芝生の上にはベンチがあって、 そこで座ってみる夜景は素晴らしい景観だった。二十分ほど夜景を眺めて寒いしそろそろ車に戻ろうということになった。再び携帯のライトを頼りに来た道を戻る僕たち。僕の前には N と Y が並んで歩いていた。皆視線を足元に向けて 暗い中、転ばないよう慎重に進んでいた。その時、ふと視界の端、自分のすぐ横を何かが通り過ぎたように見えた。なんだろう、と顔を上げて、前を歩く N と Y の方を見ると、Y の横に誰かがいた。白い服を着た。 背の高い黒髪の女。その女が Y の横というよりも Y の肩のあたりにかぶさるような感じでいた。僕はどうすればいいのかわからなかった。声が出ない、視線を外すこともできなかった。怖くて、早く駐車場に着くよう、転ばぬよう、必死で歩くことしかできなかった。 そして暗闇の中、公衆トイレが見えてきた。その時、Y にかぶさっていた女は Y から離れ、その公衆トイレの中へ消えていった。駐車場へ戻り、車に乗り込んで、Y に早く山から降りてくれと頼んだ。何も知らないイは、きょとんとした顔で、 車を発進させた。山を降り、N の家に戻って、あの山で見たことを二人に話した。二人は怯えながら僕の話を聞いていた。そして僕が話し終えた時、Y があの公衆トイレの噂を教えてくれた。何年か前、あの山の公衆トイレで、 女性が首を吊っていたこと。それは当然、地元の新聞にも載っていて、割と有名な話だということ。なぜそんな山に連れて行ったんだ。おかげでこっちはあんなもの見てしまった。と、ワイを呪ったことは言うまでもないが、なんだかんだで、今も彼らとの友人関係は続いている。 あいつ僕が大学生の時の話。一年は大学の寮に入っていて、二年から一人暮らしを始めた。建物自体は古いけど、内装は綺麗だし、家賃も安かったからそこへ決めた。そのアパートに住み始めて、三日目ぐらいだったと思う。 僕はファミレスでバイトをしていて、その日は閉店までシフトが入っていたから、仕事が終わったのは午前2時過ぎだった。私服に着替えて携帯を見ると、彼女からバイトが終わったら電話ちょうだいというメールが来ていた。帰宅してから電話しようと思って、足早に原付きで帰宅した。 そのアパートは二階建てで、僕の部屋は二階の真ん中の部屋。部屋についてすぐ彼女に電話した。もしもし、終わったよ。お疲れ様。まだバイト先にいるのいや、帰ってきたよ。じゃあ、友達ん何がああ、テレビか。 だから何がどういうこといや、男の人の叫び声が聞こえるから、友達とかテレビだと思ったんだけど、違うのその瞬間、すんごい鳥肌が立って、心臓が止まるくらいゾワッとした。当然部屋には僕以外誰もいないし、一人暮らしを始めたばかりで、 テレビもまだ買ってなかったからだ。いや、ちょっと待って。マジで怖いからやめて。一人だしテレビまだ買ってないし、ビビらせようとしてんならやめて。え私本気で言ってんだけどえじゃあ今もずっと叫んでんの誰と彼女が言った瞬間、ベランダに干してあった服が全部、 一階に落ちたんだ。まあ、それは突風でも吹いたのかもしれないけど、帰る時は風も強くなかったし、何よりタイミングが怖すぎて、家を飛び出して、原付を飛ばして、近くに住んでいる友達のところへ転がり込んで、その日は止まらせてもらった。本気で怖かった。 でも次の日、不思議なもので、昨日はあんなに怖かったのに、外が明るいと、なんであんな怖がってたんだろう、くらいのテンションになってきて、家に帰った。落ちた服を拾ってないことを思い出して、回収して、そこからは特に何も起きず過ごしていた。でも一週間後、 大学から帰ると、アパートに警官が10人ぐらいいて、僕の斜め下の部屋に出たり入ったりしていた。しかも、あたり一体なんだかすごく臭くて、思わず吐きそうになった。警察に、どうしたんですかと聞いたら、どうやら斜め下に住んでいたおじさんが、 部屋で首をつっていたらしい。死後、一、二ヶ月経っていたらしくて、不乱しているから、しばらくは匂いがきついかもしれないと言われた。マジか、嫌だなあ。そう思った瞬間、鳥肌が立った。あの夜、ベランダから落ちた服は、全部、 おじさんの部屋の前に落ちていたんだ。もしかしたら気づいて欲しくて自分の部屋の前まで僕を来させたのかな。都会の地下に潜むもの。皆さん、暗渠って知ってますか地下にある川のことで普段は大きな地下通路として 都市の下にあります。薄い管や地下鉄と繋がっていて、大雨の時には放水路になります。私たちが学生の頃、そこを探検するのが流行っていました。東京のとある河川敷の暗渠によく潜っていました。入るのは簡単で、 川沿いに開いた入り口から上流へ歩いていくのです。数人で懐中電灯を持って出かけます。見つかるともちろん怒られるので、大抵は夜間にこっそりと行っていました。そこは鳩の寝床のようで、入り口には大量の鳩がいたこともありました。遠くから 地下鉄の音が聞こえる場所もありました。穴が下向きに蛇行していて、地下水路の入り口になっている場所もありました。何度か言った感想ですが、非日常空間が日常の下に広がっているわけです。楽しい暗渠探検でしたが、ある時を境にきっぱりとやめました。 それがこれから話す事件です。その日探検した暗渠は比較的大きなものでした。四角形の入り口は高さ5メートルで横幅は10メートルほど。入り口を少し進むと高さ3メートルくらいの丸い穴がどこまでも続いていました。5分ほど進めば 入り口の明かりは全く見えません。穴の中には明かりもほとんどありません。懐中電灯を消せば周囲は何もない闇です。この暗渠基本は一本道ですが、途中にはいくつかの横穴がありました。人が入れないぐらいの小さな薄い管はいくつも開いていました。 人が入れるくらいの横穴でマンホールへ通じている穴もありました。調整地と思われる深さ10メートルくらいの井戸のようなものもありました。ここには蛍光灯や点検口があって、たまに人が出入りしていると想像できます。一本道を寄り道しながら歩いて30分。 40分くらいでしょうか。穴の一番奥にいたどり着きました。学校の教室くらいの空間があって、天井は5メートル近くありました。出口のようなものを見つけて、はしごを上がってみました。しかし、そこから出ることはできませんでした。 硬い金網の蓋ががっちりと固定されていて、蓋が外れないのです。外の風景は見えました。どうやら内陸にある公園を流れる小川の淵のようです。距離にして数キロメートルは歩いたことが、その時判明しました。仕方なく元来た道を歩いて戻ることにしました。 数分戻ると、また前後が真っ暗闇となりました。歩いている最中、突然一人が立ち止まって言いました。おい、なんか変な音をしないか全員足を止めて声を出さず、耳を澄まして音を探しました。 うなり声のような、モーター音のような、なんとも言えない音がかすかに聞こえます。また地下鉄の音じゃないか前にもあっただろいや、地下鉄の音はもっと連続的だろ車の音かな来た時は無音だったよな。なんだこれうー 音は不規則ながらも続けて聞こえます。そして、なんだかこちらに近づいているようにも聞こえました。ピッチャ、ピッチャ、ピッチャ。遠くから水温が聞こえます。トンネルの真ん中には数センチ程度の水深で水が流れており、それを踏みつけた時の音に似ていました。 どっかで水が漏れてるのかそれにしちゃ音が不規則だよ。やばいよ、誰か来たんじゃねえか水道局か何かの職員がマンホールから見回りに来たのかと思いました。全員でライトを消して息を潜め、音の様子を伺いました。ピッチャ 足音のようで、音はさっきよりも近づいているようです。なあ、見回りで来たんならおかしくないか一人がそう言いました。この穴、ほぼまっすぐなんだから、懐中電灯の明かりが見えるだろうこんな暗闇の中、懐中電灯もなしに見回りしかも深夜だぞ。 言われてみれば、確かにその通りです。暗視ゴーグルとかしてるんじゃないのレンジャー部隊とか工作員じゃねえだろうな。サバゲーでもやってるとかまさか。そういうのだったらもっと音を立てないでひっそりやるだろう,うーん さっきよりも音が大きく聞こえました。どうやらだんだん大きくなっているようです。ピチャッピチャッ。ピチャ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 水温もさっきより大きくなっています。私は確信しました。音はこちらに近づいている。しかも人間だとすれば一人や二人ではない。 これは何か変だとみんなも同じことを考えたのでしょう。誰からというわけでなくみんなでライトをつけて入り口の方へ走り出しました。パチャ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 。あちらの音はそう遠くない位置から聞こえます。が、音の方を照らしても何も見えません。 私たちが走っている最中も、後ろから聞こえ続けました。パチャ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 。ううう,う<ー>時々立ち止まって耳を傾けると、その音はペースを早めてこちらへ近づいているようでした。 私たちは全力で走りました。ヘトヘトになって、もう走れないと思った時、入口の明かりが見えました。外へ出るため、脇目も振らず猛ダッシュしました。そうしたかいあってか、なんとか外へ出ることができました。その時には全員息切れしており、膝に手を当てて、天を仰いだりしていました。 穴を出た私たちは体力が戻ったら再び走って逃げました。穴から遠くへ逃げたかったのでしょう。振り返って穴を覗く者は一人もいませんでした。河川敷の売店、そこの自販機のところまで逃げて全員で休みました。当然、 穴の中で響いていた音はもう聞こえません。みんなでジュースを買って、あれは何だったのか議論しました。幽霊、謎の生物、それともスパイ。真相はわかりませんでしたが、一致した意見はありました。あの音に近づいてはいけなかったということ。 逃げたのは正解だった。あの音に囲まれていたらやばかった。音に取り込まれていたら帰れなかったかもしれない。とにかくやばい何かがいた。このあたりは全員同意見でした。あの闇の中、照明を持たず穴に入ってくる時点で尋常ではありません。しかも、 私たちを追いかけてきた。どうやら集団でいたらしい。マンホールから入ってきた気配もない。トンネルは一本道だったんだけど、すれ違うこともなく私たちの後ろにいた。常識では考えられない何かだったことは間違いありません。そして私たちに向かってきたのも事実です。 この一件以来、暗渠探検をしようと言い出す者はいませんでした。あれ以来私は暗渠に行っていません。それどころか地下鉄や地下街さえも怖くなってしまいました。地下街では明るい場所から離れないようにしています。地下鉄ではなるべく窓の外を見ないようにしています。 すっかり都会の地下が怖くなってしまいました。皆さんも都会の地下には気をつけてください。得体の知れない何かに出会うかもしれません。彼らに出会った時何が起こるかはわかりませんが、近づかない方が良いでしょう。 うにょうにょう。こないだ、仕事の出張で、東京の武蔵野市というところに行った。でも、相手方にトラブルがあって、一日だけ出張が延びた。その日自体は休みになったし、夜は上司とご飯を食べに行く約束をして、 それまで観光でもしようかと思って、うろうろすることにしたんだ。東京に来るのは初めてというか、こういう都会に来ること自体があまりないから、どんな街なんだろう。とりあえず面白そうなところに行ってみればいいか、という感覚で適当にふらふらしていた。それで、 アーケード街みたいなところに着いた。新年になったばかりだから、江戸の幕が下がっていて、とても賑やかだった。あちこちお店があって、僕の地元とは比べ物にならないぐらい栄えていた。見るものすべてが珍しいので、きょろきょろあちこち見渡していた。すると、 通行人の一人だけ、周りの人と比べて、頭一つ分ぐらい背が高い人が、ふらつきながら歩いてくるのが見えた。とても遠くにいるのに、やけに目につくんだ。それである程度近づいてきたら、とんでもないものが見えた。上半身裸の男の体から、何か青くて、 くねくねしたものが生えていて、それがうにょうにょ動いていた。四本ぐらい。そのうにょうにょはあちこちに向かってうごめいていて、動きがめちゃくちゃ気持ち悪い。なぜか目をそらせなくなって、男の方をじっと見てしまった。だんだん男が近づいてきて、 その人の顔も見えたんだけど、普通の人間の顔じゃなかった。唇の左端が切られたように裂けてて血だらけだし、喉の部分がぐちゃぐちゃになっていた。男がこっちに来ると思ったから必死に体を動かそうとしてるんだけど、全然動かなくて。これやばいかも。 と思ってガクガクしながら見ていたんだ。でも近づいてくるにつれて妙なことに気がついた。男が全然こっちを見ていなくてずっとうつむいているんだ。そこそこ近づいたとき、男の目の前を歩いていた三人組がいたんだけど、男から出ているうにょうにょが何本も、 その三人のうちの一人に巻きついていた。男はずっとその巻きついている奴を見ていた。それでぼそぼそ何かを言っているみたいに口が動いて時折笑っていた。その男の上半身は傷だらけであちこちが刃物で切られたように裂けてて血が出ていた。 あと数歩で、僕とその三人組と男がすれ違うところまで来て、三人組がお寿司がどうのこうのと話しているのが聞こえた。男と目が合った。男はニヤニヤ笑いながらこちらを見ていたが、人差し指を口に当てて、し、というジェスチャーをして、そのまま、 うにょうにょを巻きつかせた男に、後ろから抱きついて歩いていった。振り向く勇気はなかった。今見たのは夢だと思いながら、そのまま近くの店に入って酒を飲んだ。少しでも気を大きくして、この出来事を忘れたかった。酒のおかげか、気が大きくなった僕は、 そのままアーケード街を散策して、上司とも合流してごちそうを楽しんだ。でも、この出来事は忘れることができなかった。後日会社で自称霊感持ちのおつぼね様に話してみたが、忘れなさい。あなたについてくるかもしれないわよ。と言われたきりで、 僕自身には何も変わったことは起きてない。今のところは。十三仏。ト五年前の話。専門学校時代、福岡、熊本、佐賀の心霊スポットに行きまくっていた頃のこと。福岡県の 広川というところに、十三仏と,という場所があって、かなりの曰くがあるらしく、友達と五人で行ってみた。十三仏のことを教えてくれた友達からは、絶対行かない方がいいとうるさく言われたけど、怖いもの見たさで行ってみたんだ。テスト期間中で、学校も早く終わったので、 昼間から出発。13仏に到着すると少し雨が降っていた。車を出ると目の前は竹林で獣道がまっすぐ伸びていた。竹林に入ると昼間なのに暗くてなんだか不気味だった。それよりも不気味だったのは獣道の脇に並ぶ 大量のお地蔵さん。お供え物も置いてあって、誰か地元の人が来てたんだろうと思った。五人とも、不気味だなぁ、と言いながらも写真を撮っていた。少し歩くと目の前が開けてきて、洞窟が現れた。何人かはビビって、 そこへ入るのをごねていたが、説得してみんなで入ってみた。思わぬ洞窟の出現だったが、携帯のライトを使って恐る恐る中へ入ってみると、目の前に無数のお地蔵さんやら仏様が祀ってあった。百体以上はあったかな。とにかくびっちりと並んでいた。 お地蔵さんたちから睨まれながらも洞窟の奥へ進んでいった。奥まではとても深いらしく、足場も悪いので三十メートル進んだぐらいで引き返した。そこを出るとき、みんなで洞窟の中のお地蔵さんを拝んで外へ出た。特に霊的な現象はなく、 車に乗り込んで、みんなで恒例の心霊写真のチェックをした。デジカメの至るところを探して、何か写っていないか見ていると、一枚だけ僕の目の上が赤い写真があった。瞳ではなく、まぶたの部分が赤い。みんなから、これ、お前呪われてるよ。 みたいに馬鹿にされたけど、そんなことは気にせず、心霊写真が撮れなかったことが少し悔しかった。その日は地元に戻って解散し、寮に帰り何事もなく眠りについた。翌日、朝起きるとやけに目が重い。まぶたが開けにくい。 両の同部屋の奴が僕の顔を見て、おい、鏡見てこいと焦ったように言った。鏡を見てみると、両方の目が物もらいになったように腫れていた。まるで両目ともお岩さんみたいだった。なんだこれと自分では面白がっていた。学校へ行くと、 みんなから笑われたり心配されたりした。一緒に十三仏に行ったメンバーはどこにも悪いところはなく、本当に呪われてる、とまた僕を馬鹿にした。呪われたのは自分だけか、という軽い気持ちでいたけど、それよりもテスト勉強をしなくてはならなかったので、 席について勉強を始めた。そしたら、隣の席の女の子から、ねえ、と話しかけられた。その女の子は少し暗い子で、学生生活一度も話したことはなかったから、ちょっとびっくりした。女の子が言った、ねえ、 隣に座って欲しくないんだけど。えいきなりそんなことを言われてムカついた。そんなに僕の顔がキモいのかと少しショックでもあった。なんだよ、いきなり。あのね、私少し霊感あるんだけど。え君、やばいものに疲れてるよ。 だからごめん、隣にいるだけで無理。僕が沈黙していると彼女は続けた。もしかして、どっか悪い場所とかいた今日帰ったら塩で体を清めた方がいいよ。絶対しなよ。なんだかゾッとした。本当に取り憑かれているなんて。 テストが終わって、寮に戻って、すぐ体に汁を振って寝た。起きたら物もらいは治っていた。恐怖体験とまではいかないけど、霊症をもろに受けてしまった体験でした。